最初の痛みとか、自助としては何割ぐらい残ってる感じってありますか？ほぼ残ってないです。めっちゃすっきりした感じがあって、ほぼないです。こんにちは。こんにちは。じゃ今から施術をしていきたいんですけども、はい。今日の症状をお伺いしてもいいでしょうか？はい。肩こりと、猫背と、巻き肩とか、ちょっとたまに腰痛があります。結構いろいろと 一番気になるのは肩こりですか？そうですね、肩こりですね。で、猫背が2番目かなみたいな。腰痛がたまにっていうのは、はい。頻度で言ったらどれぐらいの頻度で出てくる感じでしょ今日は仕事が一段落して気づいたら痛いみたいな。う？じゃあほぼ毎日あるのが。そう、若干ずっと続いてるって感じ。常に出てるわけじゃないけども、は一日通してる中では何回か出てくるなっい。はい、あていりう。ます。そっかそっか。肩こりは常にある感じですか？肩こりは、常にあって、よく出てくるのは冬ぐらいですか冬場ね。だったらより出てくる。あ、そうですね。でも常には年は、中通あしてる、る感じゃあじ。るみたいな感いつ頃からですか、肩こりは。じ。肩こりは多分、大学生ぐらいの時からパソコンを使うようになって、で、それぐらいから、終わりだした、パソコンで文字打ち終わったら、気づいたらこう 回してるみたいななるほど。感でもじで。結構何年もあるなっていう感じですね。猫背とかもじゃあその大学ぐらいから。大学よりちょっと前とかからも、ちっちゃい頃からちっちゃい頃から姿勢が悪かった。姿勢が悪いです。なるほど、かしこまりました。はい。じゃあまず動きの確認をしたいんですが、はい。首をできる範囲でいいのでぐるっと回してみてもらってもいいですか？逆回してみてもらって、今痛みが出るとか突っ張る感じっていかがでしょうか？そんなないんですけど、なんかポキ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 ないうで感す。じ。なんかこう、ね、見てると動き悪そうだなっていうのは ありますけど、痛みなければまだね。スムーズではないかもしれそうないですよね。もう一回回してみてもらっていいですか？逆回してみてもらって、まあ、大体こんな感じかなって覚えておいてもらえたらと思います。じゃあ次は首を下向き、上向きやってみましょうか。下向き上向きはいかがでしょうか、今。上がちょっとしんどい。上がちょっとしんどい。OK です。じゃあ横向きになってもらって、もう一度首を下向き、上向きお願いします。またちょっと上向きにくい感じですかね。もう一回横向いてもらって、胸を張ったらしんどいとかってありますか？胸張りにくいなとか。そうです。若干。若干。まあ、その感じも一度ね、覚えておいてください。じゃあ今度横向きの状態で肩幅、足開きましょうか。できる範囲でいいので、前と後ろ、前屈と後ろ、後屈してみてもらってもいいですか？まず前から。では手を添えて、後ろにゆっくり反ってみましょうか。OK です、OK です。痛み出たりはしないですか？特に大丈夫。詰まる感じとかは、なんかあったりしますか？昔よりいけてないです。前も後ろも。なかなか前屈後屈しないですね。ちょっともう一回やってみてもらっていいですか？で、手を添えて、後ろ反ってみましょう。っていう時に、反れてないですね。めっちゃ痛い。あ、痛い？あ、腰痛くて反れない。そんな反れない。腰をカバーって背中から反ってるっていう感じですね。ちょっとあれと思ってね。結構やばいですか？まあ、痛みがそんな、まあ、見た感じはやばいなって思いましたけど。まあ、でも毎日ね、ちょっと仕事中座ってて立ち上がる時に痛みが出てるっていう時点で、やっぱり普通じゃないというか、健康な方はそんなないんで。それはね、一日通してだったら疲れてとかっていうのはあると思うんですけど、ちょっと仕事してて立ち上がるときに痛いなって感じるっていうのはやっぱなかなかない。まあそんだけ疲労がずっと溜まってるのかなっていうのと、動きを見たときに、ほぼ反れてないかな、ほ
ほぼ反れてないというか腰は反れてないですね。背中が反ってるだけで。だから他の、ね、代償運動って言いますけど、他のところが反るっていう動作をしてるだけで、まあ、腰は反れてない。あ、まあ、よくはなりますんでね。あ、はい、はい、そこはお任せください。はい、お願いします。じゃあ今度肩幅足開いていただいて、もう一度前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします。はい、まず前からで手を添えて後ろにゆっくり反ってみましょうか。痛いですか？痛いです。あ、何とかしていきますね。ちょっと横のベッドに移動お願いします。はい、気になったのが、はい、あんま揃えてなかったんで、反り腰のちょっとあるのかなっていう疑問なんですけど、はい、ちょっと腰に手入れてみてもらってもいいですか？寝たままでね、腰は無理して浮かさずに、はい、なんか手スポッて入る感じってありますか？はい、入ります。入ります。ちょっと失礼します。はい、一回力抜いて、ダラーンとして、はい、まあまあ入ります。明らかに僕の方が体はごついじゃないですか。はい、なのに僕の手と手が普通に結べて、こんな感じですね。結構スッて入りますよね。そうですよね、ご自身の手だったら結構スッと入りますよね。はい、反り腰ですね。新しいのが見つかりました。プラスで追加ですね。あんま嬉しくはないですけど、ちょっとそこも合わせて後で見ていきます。はい、少し頭浮かしてもらっていいですか？はい、頭上げて、はい、下ろしましょう。はい、首元失礼します。はい、このままですね、右向いて、はい、楽にして肩の力が、はい、大丈夫ですか？ちょっと左向いて、うん、肩の力だ。大丈夫ですか？衝撃です。ちょっと引っ張りますよ。うん、一度座っていただいてですね、うん、足を伸ばしたままお座りください。一度胸を張った状態で後ろにもたれてきてもらってもいいですか？で、首の後ろここで両手を組んでもらって、指と指をしっかりと結んでから下に向きましょうか。顎を引いて一旦脇を閉じます。脇閉じてから後ろにもたれましょうか。肩の力だったら、もう一回脇閉じて背中まで出ましょう。ゆっくりともたれて肩の力を押すと、もう一回丸まって、もう一回だけ丸まってもらってね、息を吸って、はい、吐いて、ふーっと、ちょっと持たれてこれますか？はい、じゃあ手を下ろしましょうか。一旦手を下ろしてもらって、下向きます。顎を引いたままで。これ最初と同じように、まず首回した感じは今どうでしょうか？ゆっくりと回してみましょうか、ぐるっと。うん、なんかさっきよりスムーズな気がします。 OKOK。 じゃあ次は下向き上向きやってみてもらっていいですか？あ、いかがでしょう？なんか上いい感じです。ちょっと向きやすいかなっていう感じですかね。はい、OKOK。ゆっくりと後ろにもたれてきてもらってね、丸まったままで、猫背になったままで、でここで手をもう一度組んでください。で一旦脇閉じて息を吸って、はい、吐いて、ふーっとお腹の力抜いて背中丸めていきましょうか。はい、吸って押しましょう。左足を伸びましょうか。こっち伸ばします。で両手引っ張りますよ。両肘を曲げてもらって、少し押して大きく息を吸って、はい、吐いて、ふー、で少し後ろ下がりましょうか。はい、
左手をもらいます。手の腕の力だらーんと楽にしてもらって、手を後ろに回しましょう。背中に持ってきてからゆっくりと戻れます。で左手をね、前に出しておいてもらって、うん、このままですね。この状態で腰とお尻の筋肉を緩めていきます。はい、ちょっと痛いですが、いけそうですか？ちょっとギリギリいけそう。はい、こんな感じ。今大丈夫です。なんか思ったより、なんか最初首肩が一番辛いっておっしゃってましたけど、うん、動き見てると腰の方が痛そうだなってで、あと動きも圧倒的なの、後屈が一番動いてなかったんで、はい、なんかあんまり認識してないだけで、おそらくね、順位をつけるならば腰の方が、腰の方、うん、悪いんかなって、うん、前屈がね、その固まったかもしれないですけど、うん、結構下はあの前屈ができたじゃないですか、はい、もうちょっと頑張ったら地面につくっていうくらい、はい、なのに後屈はほぼできないみたいな、まあ、そこがちょっとアンバランスなんですよね、はい、で、あとそのご自身でもそんな認識してるわけじゃなかったとは思うんですけども、はい、もう触ったらもう腰、そういう手が入ったんですごい反り腰だなとか、はい、そういうのが、うん、あったから、うん、首肩より腰の方が悪いなって、うん、ここを押されてもかなり痛いと思うので、痛いですねあまり痛すぎたら無理せず、ね、うん、おっしゃってください、はい、ただ、いけるギリギリくらいは押していくので、そこはちょっと応援してください。え、痛いってことは硬いってことですか？そうです。まあ、症状がなかったりとか、はい、痛みがない人は、今押したぐらいの力だったら、うん、多分ね、全然痛くないんですよ。むしろ気持ちいいみたいなね。気持ちいいはない。痛いしかないですよね。痛いですね。ただまあ今回は動きが悪すぎるというか、悪すぎたんでパッと見た感じのね、そんな結構やばいですか？うん僕はやばいなって思いました。じゃあ絶対やばいじゃないですか？ただ良くなるなと思いました、ね、ああ本当ですか。体にさせてもらって触った感じのこの緊張感、はい、張り感とかね、あもうやっぱり柔らかいわけじゃないから、どこもかしこも、はい、で、あと動きもバランスが悪かったし、はい、いやそういうところの歪みとか、はい、こういう筋肉の緊張とかを取っていってあげると、はい、やっぱ治るんだろうなっていう、逆にこう触らせてもらって、はい、筋肉めちゃくちゃ柔らかいですねとか、はい、やったらなんでやろうってなるんですよ。あ原因が分かんないから、あ分かった方が治せますもん。だから体硬いからダメなんですね私とかじゃなくて、はい、そういうのがちゃんとあるからこそ、はいはい、これが取れたらなるなっていう体だっていうのが、まあ、一個の証拠と言いますか、うん、でまだあと腰痛を感じ出してから 2,3 ヶ月でしたっけ、はい、まだ日が浅いんで、はい、治るのも早いだろうなって思います。これがもうね、万年的にもう高校生からとか、それこそもう小学生の頃からとかやったら時間はちょっとかかるかもしれないんですけど、はい、ただそれでも治りますけどね、うん、治るというか良くなっていきますけど、うん、じゃあ今度反対側で寝ましょうか。はい、逆向きでお願いします。こっちはあ、ごめんなさい、こっちこっち向きです、すいませんで、右足を曲げてもらってこっち伸ばしましょう。両手引っ張りますよ。両肘を曲げてもらって、ちょっと後ろに出せない。大きく息を吸って、はい、吐いて、ふーっと吐き切る感じです。で、また少し後ろ下がりましょうか。
ちょっとバックしてもらって、ね、右手をもらいます。手を上げて腕の力だらーんと楽にしてもらって、手を後ろに回しましょうか。背中に持ってきます。ゆっくりと持たれてきてください。だらーんと、右手を前出しておいてもらって、このままね、腰と腰右側を緩めていきます。こっちも痛そうこれぐらいいけそうですか。が限界、限界ですね限界ぐらいでいきますね。こっちも痛すぎたらね、無理せずおっしゃってください。はい、次上向きで寝ましょうか。なんとかいけましたか。なんとか。ちょっと骨盤周りを押していきますよ、はい。ちょっとごめんなさいね。ちょっとここら辺もね、痛いと思います。だいぶ硬い。他がしんどすぎてあんまり感じてないだけかもしれないですけど、うん、なんか原因とかありますか、これ考えられるって。多分ですけど、うん、猫背巻き方が結構前からって最初言ってたじゃないですか、うん、姿勢が悪いから、どちらかといえば体重心が前に行ってると思うんですよ。そしたらこけないようにここの筋肉使うんですよね、踏ん張るんで、うんうんうん、で踏ん張ると前の前面の筋肉よく使うとやっぱり緊張するじゃないですか、うん、で今触ってるここの前の筋肉っていうのが、この骨盤って上から下までありますけど、うん、この骨盤のこの上のここの腰骨、ね、うん、から伸びて長く伸びてるんですけど、うんうんうん、このお皿、はい、もうさらに下までつくんですよ。結構長いんですよね、はい、その長い筋肉がギューッと頑張って縮んだ時にこういう力が働くんですよ。そうすると骨盤ってここからここまであるから、うん、この上についてるここの筋肉が引っ張られるんで、うん、腰をこう浮かしてくるっていう力がこっちに働くんですよ。そうすると反り腰の感染みたいな、ダメ、ダメじゃないですか結構いろいろとね、やっぱつながってるんで。あ、すごいですね。なんか痛みがあるから反ってるっていう人もいたりとか、ただ、ね、その痛みめちゃくちゃあるとかでもなかったし、うん、痛そうでしたけどさっきただやっぱこう足周り、太もも周り、これ特に前のね、四頭筋という筋肉、はい、触った時にガチガチだったから、まあ、多分考えれることとしてはそういうところかなって。結構つながるんですね。そうなんですよ。
分かったら面白いです確かにってなります結構でで連動するんでね、体って一個一個の動きが面白いね。紐解いていけば、あ、こういうのが原因で痛み出てるのかなとか、ここの筋肉が硬いからこっちも悪くなってるのかなっていうふうなとこも 100% ではもちろんないとは思うんですけど、なんとなくね、仮説を立てて、で、緩めていってあげるとパズル解いていくみたいな形で楽になっていくんですよ。面白いですね。でもそこまで悪くなってる人ってどこ触っても硬いんで闇雲に触ったとしてもその全部固まってるから押されたら気持ちいいんですけど、はい、治るかどうかっていうね、良くなるかどうかっていうところを視点に置いたら結構外れなのね、あポイントが多そうな感じです、うん、あとここちょっと痛いですけどちょっとだけすいません、今日一痛いかもしれない。まあ大丈夫ですか？腰の方が痛かったです。あ、じゃあ大丈夫です。ちょっとこのじわーっと10秒間だけ、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これでですね、もう一回腰手入れてみてもらった感じはどうでしょうか？あ、入りにくいです普通に。ちょっと一回失礼します。全然入らなくなってびっくりします。え、さっきどんな感じだったか覚えてますか？ご自身っていう時、さっきなんか結構普通にスッて入ったんですよ。指でびっつきましたか？え、くっつきましたし、ちょっと服直していいですか？あ、どうぞどうぞ、一回直していただいて。服入れてたからなんかって今一瞬思ったんですけど、入れてもなんかズボンがつっかえて入らない。多分今見た感じ最初がこう結構なんかスッて指ついたと思うんですけど、え、今入らないですよね。入らないです。うん、え、すごい。この状態でまた後で、あの前屈後屈もちろんしていただくんですけど、多分ね、反れます。ちょっと楽しみに。いい感じだと思います。すごい。全部痛いと思いますけども、はい、見やすぎたら無理せずおっしゃってください、はい。
今限界くらい、限界こうしちゃいました。限界くらいです。押された方も痛いですね。痛いです。お尻回りとどっちが痛いですか？一緒ぐらい。一緒ぐらいです。だいぶ痛いですね。ちょっとここの筋肉だけ。あ、そこ。ちょっとだけごめんなさい。はい。じわーっといきます、うはいですよ、ゆっくりと起き上がってください。うん、全部施術が終わりましたけども、はい、ボキボキ矯正大丈夫でしたか？はい、結構すっきりしました。よかったです。じゃあまた動きの確認をしたいんですが、はい、最初と同じようにまずは首をぐるっと回してみてもらってもいいですか？はい、回してみてもらって、今動かした感じはいかがでしょうか？さっきより結構スムーズにいけた気がします、うん、よかったです、はい、じゃあ今度は首を下向き、はい、上向きやってみてもらってもいいですか？はい、下向き上向きやってみた感じはいかがですか？もうなんか最初はこっちが結構痛いなって感じだったんですけど、うん、なんか結構スムーズ。OK です、OK です、はい、じゃあ今度は横向きになってもらって、はい、もう一度首を下向き、上向きやってみましょうか、はい、今大丈夫そうですかね？はい、大丈夫です。今上やったらどこら辺まで向けそうですか？あ、結構向けますね、はい、うん、OK、OK、あと胸張った感じってどうでしょうか？なんか胸張った感じというよりも胸張らなくても姿勢が良くなってる感じ。本当ですか？うん、横から見たらしますけど、さっきちょっと肩の位置がちょっと後ろに下がってるんで、はい、うん、いいと思います。できる範囲でいいので、はい、前と後ろ前屈と後ろ後屈をお願いします、はい、まず前から行きましょうか。
で手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらっていいですか、うん、お今いかがでしょうか。もうえ後ろ反ってた気がするんですけどもう一回やってみてもらっていいですか、はい、前屈後屈、うん、で手を添えて、うん、反った感じ反れてますね。反れてますか、うん、さっきより全然反れてます、はい、え自分でもなんか言ってんなって思う。あ、よかったです、はい、もう一度前と後ろ前屈と後ろ後屈お願いします、はい、まず前からいきましょうか。じゃ手を添えて後ろにゆっくり反ってみてもらっていいですか、はい、反った感じいかがでしょうか。あ、反れてる気がします。だいぶ反れてると思いますお世辞抜きにして。うん、痛み出ますか反った時。いやそんな出ない。多分さっき痛かったと思うんですけども、うんうん、まあ、痛いとかねそういうのがあるゆえに後ろ反れなかったのかなとも思うんですが、その制限が解除、痛いから反れないっていうことがなくなりました、うん、おおいいですねよかったです矯正術を受けられてなんですけども、はい、全体的な感想っていかがでしょうか。はい、最初自分は肩こりが結構やばいんかなって思ってたんですけど、なんか意外と腰の方がやばいっていうなんか新しい発見もできたし、はい、それでちょっと施術してもらって、なんか動画を見てその前回よりその施術した後の方が変わってるのを見て、なんかすごいなってめっちゃ思いました見ると余計にね、はい、なんかあこんなに悪かったんだって認識もしやすいかなと、はい、ちなみに最初の痛みとか嫌な感じとかが10としたら今何割ぐらい残ってる感じってありますか。ほぼ残ってないです。めっちゃすっきりした感じがあって。ほぼ残ってないほぼないです。あ、よかったです。何よりですねじゃあ今日は一旦ここまでにしておきますので、はい、一度これで様子見ていただいてもいいですか。はい、ありがとうございました。